て。春先から続く小麦や食用油価格の上昇に加え、原油高に伴う包装資材や容器、物流費の高騰、今夏から急速に進行した円安水準などが重なり、食品分野を問わず大幅な価格アップに踏み切るケースが多かった。11月の値上げ品目が最も多い食品分野は調味料の338品目で、単月833品目っちの約4割を占めた。焼肉のタレ、だし製品といった種類の品目で値上げが多く目立つ。次いで多いのが乳製品で318品目だった。乳製品の値上げとしては、チーズやバターなどの値上げが相次いだ4月、395品目に次いで年内2番目の多さとなる。飼料価格の高騰を背景に飲用、発酵乳業と向けの生乳取引価格、ホエーなど輸入原料乳価格が上昇したことで、パック牛乳やヨーグルト製品、乳幼児向けの粉ミルク製品などで一斉に価格が引き上げられる。特に乳製品の値上げで中心となるパック牛乳は消費期限が短いため買いだめができず、また購入頻度も高いため、値上げによる消費者の心理的なインパクトは年内でも有数の大きさとなることが予想される。年間で最も多いのは加工食品で8536品目次いで調味料4808品目種類飲料3977品目などが続いた。乳製品1033品目は今年に入り11ヶ月目で年内累計1000品目を突破した。